警戒信号が戦闘力710。どこだ、何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ、ここに向かってくる。一つ、二つ、戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろう、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ、どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。分かった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこいやつめ、死ね。戦闘力1330、全ての戦闘力を指先だけに集め。クソ、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。もう掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた、おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そら、そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。
このガキ、貴様め、貴様、まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。マカンコータップ。その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。